はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。まあ、なんというかね。えー、これね、マグマグニュースさんでございます。マグマグニュースさんが非常にいい記事を書いておりました。今更なんですけど、今更なんですけど、アメちゃんのヌッポンは、ゾー、国でございます。はい。 えー、ごめんなさいね。こういうふうにしか言えないんですよ。はい。えー、属する、属するね、country でございます。えー、どういうことで、どういうふうにしてね、えー、これが現実化してしまったのかっていうことが書かれております。これね、本当に、あのー、読まれると、読まれることをお勧めします。あのー、リンクを飛んでね。えー、どうして、ね、 え、アメちゃんと、例のね、自民ですね、のアウト政府は、ああ、日本のね、えー、国の民をね、はい、えーへー、まあ、どの、どのね、どの例のように扱うことが、ああ、状態化してしまったのか。それが、 本当に細かく書かれております。はい。いわゆるね、今でも六本木のあのホテルですね。はい。わかりますよね。六本木のあのホテルのあの年次要望書でございます。今でも取り交わされております。はい。えー、で、えー、日ぬっぽんのね、この字のみんみんさん。はい。えー、日ぬっぽんのね、国のみんに、 よーく働いてね、よーく言うことを聞くというね、いわゆる、道のね、レ礼となることをずっと政策としてやってきたということでございます。これがね、えー、どういうふうに現実になっているか、どういうふうにしてね、これが成功してきたのかっていうことが詳しく書かれています。はい。まあ、ここの部分はね、まあ結構、 こう言えないことがいろいろとあるんですよ。はい。えー、なんで飛んで行ってみてくださいましということでございます。まあ皆さんもわかりますよね。わかりますよね。我々、あの、どういう扱いなのか、国の民が。今回の揺れでわかったと思います。 はい。まあ、前回の揺れの時もわかりましたけどね。なんて言ってもね、上の方の人たちはね、あのー、ね、塔のでんでんさんとかはね、なんか、あ、あのー、いわゆるね、えー、ボーンってなる前にさっさと逃げ出してましたからね。はい。わかりますよね、言ってる意味。はい。えー、言ってる意味わかりますよね。 そういうことでございますで、まあ友達からもいろいろ聞いてますしね。あまあ友達がねえ、まあ、とある友人は、まあ、当の教でね、えー、お子ちゃまをね、 えー、おフランスの学校に入れてたんで、はい、日仏学園に通わせてたんですよ。まあ、冬、まあまあの富裕層なんでね。で、えー、もう、えー、そこの日仏学園ではね、まあ、いろいろと、まあ、配れ、配られたということで、日本人が絶対に配られないものですね。はい、わかりますよね。洋の層でございます。これを、あの、配ったということを、あの、聞きました。はい。 えー、まあ、日本はやりませんでしたよね。はい。えー、実際に言うと、当の今日ぐらいまで、えー、それが、まあ、飛んでて、危ない状態だったっていうことですね。で、えー、まあ、外国の、まあ、なんてうの、学校に行ってるね、しては、その、まあ、ね、日本の、あれではないんでね、教育家ではないんで、えー、きちんとおー、その基準に従ってね、 その国の基準に従って、日仏学園だったらフランスですけど、フランスの基準に従ってね、配られたということなんですよ。はい。え、日本は配られませんでしたからね。えー、まあ、そういうことでございます。はい。えー、まあ、こういうのをね、鑑みると、まあ、日本のね、アウト政府が、日本の、えー、民に対してね、 民に対して、はい、タイの州に対してね、どういう風な見方を持ってるかってすぐに分かりますよね。まあそういうことです。一部の上級のね、一部の上級、上級のね、国民以外は眼中にないということでございますよね。はい。まあそういうことなんですよ、皆さん。はい。そういうことです。 えー、なんでね、まあ、本当考えますよね。はい。えー、なんでね、こういった、もう、なんていうのかな、こういったアウト政府を未だに信じてる人たちって結構いるんでね。はい、目覚めてますよーって言ってる人たちでさえも、えー、まあね、非常にいいそういった傾向があるということです。でもってね、未だにね、その、 いわゆるね、えー、悪の総水ですね。悪の総水。はい。悪の総水であるアメちゃんでございますね。はい。が、もう、もう本当に信じきってる人とかいますからね。お分かりですよね。はい。えー、そういうことでございます。 まあ、あの、今日もね、まあコメントあったんですけど、トラちゃんをマシだってどういうことみたいなね、コメントがあったんで言っときますけど、まあトラちゃんはね、バイサよりはマシっていうことです。はい。これ何度も言ってます。で、えー、どうしてそういうふうなあ結論に至ったかっていうと、例のあれですね。えー、あれ、あのー、彼、あの、P、P ですね。P の大株のなんですよ。 はい。PE のね、大株主なんです。なんで、えー、やっぱりね、株主の言うことは聞くってことですよね。言うとね、はい、あの株、自分のね、持ってる株が下がっちゃうんで、えー、で、あれは当初で、当初ね、あれしか方法がなかったから仕方なかったみたいなコメントも見られたんですけど、 え、もうそれがバレてからでも、まあ去年ぐらいでもね、あれはいいものだってすっごい言ってましたよ。インタビューで。はい。インタビューで言ってました。あれはいいもんだ最高だって去年ぐらいに言ってましたよ。去年の初めぐらいかな。はい。そういうことです。あともう一つはね、やっぱりね、一番の肝心要で、どうしてもね、 え、いまいち信用できないのが、はい。えー、いわゆるね、W の E の F のね、シュワッとブーと、とっても仲良しということなんですよ。はい。とっても仲良しでね、もう一緒に写ってる写真バンバンあります。はい。えー、検索してみるといいんじゃないんですかえー、これフェイク画像だーって言うかもしれませんけど、本当に仲良しなんですよ。なんて言っても自分の娘さんをね、 はい。自分の娘さんをシュワットブーに預けちゃってますから。はい。あの、リストに載ってます。シュワットブーのね、えー、いわゆる N の W のね、ニューワールドのね、新しい世代のね、時代のね、リーダーの名前に、トラちゃんのね、娘さんの名前がしっかり載ってますよ。 はい。これ結婚する前のことなんで、はい。えー、なのでね、結婚したあの夫の影響だとかね、えー、まあそういうことではないですね。はい。まあそういうことです。はい。なんで信用できないんです。はい。えー、基本的にね、人間は100%信じてはいけないんですよ。言っときます。人というものはどんな人でも100%信じてはいけません。まあ、 あ信じてる人であっても90%止まりにしといてください。あとの10%は常にグレーで、えー、置いといてください。当たり前なんですけど、人間っていうのは、 間違いをやらかすんですよ。神様じゃないんですよ、人間。はい。えー、トラちゃんも神様ではありませんから。はい。えー、人間ですから。はい。人間である限り100%信頼するっていうのはあ、まあ、やめといた方がいいです。神じゃないんで。はい。えー、なのでね、えー、100%信頼するっていうのは間違ってます。どこ、何に対してもね、どこの組織でも。はい。そういうことでございます。 でえ、まあ100%ね、信頼とかしちゃうと、後で痛い目を見るんで、まあそれはね、その人のまあ自業自得なんでね、えー、まあそういうことです。人間というのは不完全なものでありますし、気が変わります。はい。気が変わるんですよ。人間っていうのはね。はい。えー、なんで、あなたもそうですよね。 あなたも私も、えー、昨日はあ今日朝起きたらねパンにしようかなって思って寝、ね、てもあやっぱあご,ご飯にしようって次の日になったら思うかもしれないじゃないですかそういうことです気が変わるんですよはいなんで人間はどんなあーアウト政府でもねどんな組織でもどんな人でも100%信頼してはいけませんということですはい神様じゃないんで えー、まあ、そういうことでございます。まあ、ちょっと話はずれてしまいましたけどね。えー、そういうわけで、いまだに、はい。い、え、ま、ー、だにね、えー、アメちゃんの忠実なポチポチであるね、ぬっぽんがあ、まあ、いまだにポチポチであるようなわけでございます。これがあ、詳しく書かれていました。これ拒否できるそうです。はい。 拒否できないということではなくて拒否できるそうです。はい。えー、自ら利権のためにやってるんですね。で、我々、えー、国の民民を売り渡しているということでございます。はい。まあ、きつい記事,記事ですけど、現実ですね。はい。そういうことです。我々は目を覚まさないといけないということですね。はい。 ちなみに今日、セイキョウさんのまあ配達がありまして、えー、備蓄品がいろいろ来ました。はい。えー、まずロイズのチョコレートですね。これはもしかしたら備蓄じゃなくて食べちゃうかもしれませんけど。あと、シあん。私、粒あんよりもコシあん派なんですよ。なんか、粒ダメなんですね。なんかあの、粒々が。食感が好きじゃなくてね。えー、腰あんと、あとね、えー、淡路島の玉ねぎスープでーす。あと、えー、液肥ですね。 はい。液肥。これね、あの、室内、室内でも使えるそうです。はい。えーえー、天然成分100%ね。はい。えー、室内、ベランダガーデニング用となっております。液肥でございます。ということで。えー、備蓄の方もね、ちょ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 こっとね、えー、まだまだやります。はい。それではまた、ごきげんよう。沖縄おばばでございました。必ず見に行ってくださいね。よろしくお願いいたします。